背景のキングストン・レーシーとフィラエ・オベリスク・フィラエ。オベリスクは1815年に上エジプトのフィラエ、ジマで発見され、その直後にウィリアム・ジョン・バンクスが入手した2つのオベリスクのうちの1つである。エジプトのヒエログリフと古代ニリシア語の2つの言語で、碑文が書いてあり、互いの文書の翻訳ではなかったが、これらを比較することで、バンクスはヒエログリフ文字でのプトレマヨスと、 クレオパトラの名前を認識できたと信じた。彼の解読は後にトマス・ヤングとジャン・フランソワ・シャンポリオンによって確認され、シャンポリオンによる最終的なヒエログリフの解読に寄与した。この碑文にはフィライにおけるエジプトの神官による妖精とプトレマイオス8世とクレオパトラ2世、3世からの肯定的な返事が記録されており、その日付は 紀元前118年から紀元前117年であった。1820年代にバンクスはフィラエで発見されたオベリスクを入手し、同セットのウィムボーン、ミンスターにある自身の邸宅キングストンレーシーに移した。この作業は著名な探検家であるジョバンニ・バッティスタ・ベルツオーニが担当した。この邸宅は現在はナショナルトラストとなり、庭ではこのオベリスクを見ることができる。 このオベリスクがあったフィラエ島は、水星探査機ロゼッタの着陸機フィラエの名前の由来となった。ザグリークインスクリプションハズビーンラフォード、ツーバイスカラーズアズオギ 137-139SB8396 レンガー、CORD トル51、51F エベルン、19、ファクトシート。エサ、2014年11月13日閲覧。ありがとうございます。